おはようございます。黒バラ軍団の次郎です。本日のターゲットホールはゼニスコートグランスロットさんです。朝一の入場番号は200万ぐらいでした。本日の立ち回りなんですけれども、前日下見の段階からかなりたくさんのお客さんが、下見をされてて、高設定を意識されている打ち手が多いということなんで、まあ、ある程度狙える状況なんじゃないかなと思いますので、積極的に狙っていきたいと思います。その中でもバジリスク、絆、オッサラ、リーマン、番長、北斗の拳、転生の章、マイジャグラあたりを中心に狙っていきたいんですが、まあ、最初取れなかったとしても、後相撲するために、まあ、しっかりと周りの状況だけは確認しておこうと思います。前回までで4連敗となっておりまして、今日はどうしても勝ちたい状況なんですが、まあ、いつも通り自分の立場で精一杯できるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。狙ってた絆、番長、北斗、ゴッドイーター、でマイジャグあたりは全部埋まってるんで、まあ、何か違う作戦を考えようかなと思います。洗い出し完了しました。トラタスは据え置き、ザクロはリセットかかってますね。とりあえずリセットかどうかわかんないですけど、戦国コレクション前の方ですね。側前兆見ていきます。側前兆ポズ、また会おう。側前兆ポズ、とりあえずゴーゼグーが確認します。ガチャン、ガチャン、番長と、そしてゴッドイーターで、まあ、転生もちらちらと見てましたけど、まあ、ほぼほぼリセットかなと思います。で1階と2階に分かれてるんですけど、2階のバラエティコーナーの方では据え置きっぽいなと思えるのではあったんですが、1階ではまだ据え置きらしき台は見つけられずということで、まあ、1階はもしかしたら全体リセットをかけているのかもしれないですということを踏まえながら打ち台探していきます。ギリオンバット神々の凱旋当日のボーナス388ゲームの台なんですが、多分全台リセットだと思うので、この台もリセットがかかっていると思います。で前日やめゲーム数が200ゲームなんで、据え置きならばかなり厳しいところから天井狙いすると、いうわけにはなるんですが、リセットの恩恵が、まあ、ある程度強いので、まあ、この辺りから果敢に攻めていきたいなと思います。でもこれは多分戻したいと思います。戻した、天国いるかも、そしてこれ当たるかも、できなら中段2分ポリス、
明らかに500カウンター使いながら打ってる方多いんで、まあ、抜かれたとしてもボーナス攻撃が良くても駆動が悪いとか何らかの理由があるからちょっと打ちづらいですね。オーストラリーマン番長の同日452ゲーム、この際リリー自体は大して強くないんですが、まあ一発成功かかってるなっていうぐらいなんですけれども、番長全体的にかなり強く、そして自分の左横とか右2つ横とかがかなり状況がいいと。でまあその台を見つつ、全体的にいいので、まあ、コースエッジにも期待しつつ、まあ、自分の台この台コースエッジ狙いで打っていきたいなと思います。番町の島朝市から注意してきてるんですが、全国移行してる台が結構多いと。そして、いただきらっしゃる引き戻しとかも確認してる台何台もありますし、左横に至っては、まあ、目の前でスベルを引かずに二王門特急とか回ったんで、まあ、結構強いじゃないかなと、島全体的に。で他の台ゴッドイーターとか先生に比べると番長の方が、まあ、出玉感もあり人の入れ替えも少ない。まあ、最初からコンセプト意識しながら打ってる方が多いんで、まあ、まだちょっと履歴自体は良くはないですけど、この台、まあ、まだ全然分かんないんじゃないかなと思うんで、ちょっとしっかりめにコンセプト打っていきたいなと思います。これがエリートの603ゲーム激アツ、弱手から激アツ、モノジャノン7ゲームから対決です。
ッキー。それがどうしたんで、その年15本です。139枚。
ラッシュなんとかぶち込みましたね。132枚で終了けれども、ここから2要門ありえるんですけど、チャンス目引いたんで、チャンス目かもしれない。34ゲームのところなんですけど、ボーナス当たりまして
12番、これが手順プラスチャンス目引いたところで、チャンス目からボーナス。で、この10番のところが天国なんで、天国通常へ。通常への時にチャンス目を引いたんで、この13番の104ゲームのところ、天国なのかなと思ったんですけど、もしかしたらチャンス目の可能性もあると。で、今が天国かどうか分かんないですけど、早い当たり、いましたね。もしかしたら天国、多分天国。だから天国ループもしくは通常 AB から、前回チャンス目から上がってくれたって感じですね。まあ、モード移行自体はいいので、まあ、あまり天国ループだろうとか気にせず、まあ、もっぱつ天国出てきたりしたらちょっと危ないですけど、まあ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 。885枚で終了です。3回入って、まあ、全2着目、引き戻しないっていうのと、あとはオスベルからの2本もなしと。で、モード以降はすこぶるいいんですけど、天国ループっぽいの1回あったっていうぐらい、まあ、少し引っかかるぐらいですけど、本来ならば168ゲームですし、まだ打ち続けたいところなんですけど、まあ、左横が空いたんで、左横をぶっちぎって挙動がいいんでね、移動したいと思います。オーストラリーマン番長の当日256ゲームの台なんですが、自分の打っていた台の左横の台で、朝一からかなりいただきラッシュを何度も何度も引いている台と、まあ、自分が見た中では、まあ、この中に2本も結構あるんですが、まあ、引き戻し4回連続5回連続と忘れましたけどとか、あとは1万円からの2本も当選も見てるんで、まあ、ほぼほぼ偶数設定、しかもかなり上に期待できるんじゃないかなと。で、まあ、モード以降なんかを見てると、天国に行かずにモード A ループを3回4回みたいな履歴もないんで、ポンポンと天国に上がってくれているんでね、ある程度期待して進めて高設定狙いで行っていきたいと思います。早い当たりもしくは上乗せしないと
右、左、中、私にふさわしい最高に生かした街だ。ビンゴー、中、右、左、ビューリフォー、右、はーい、中、オルマから当たった。完全に矛盾してますね。オッケーゲーム。まあまあまあ、でも早い当たりはありがたいですね。を狙え。そうだな。なら揃えられず。中、左、右。はい。Thank you。右。ゲームからミスラム。右。ラクチの可能性ありますね。四ゲームボーナス。まだな。ゲームで終了。ナラソロイはなし。ボーナスからプラス10ゲームです。これ連続じゃないね。オルマ中、左、右、中、右、左、735ゲーム消化で終了です。引き戻しもなしですね。けど101から続くステージ、つまり通常 B もしくは戦国準備にいると思われるんですが、前回の30ゲーム、20ゲームぐらいに当たったあたりは、天国ではなく弱者だったと。で、前回が天国なんで、天国一発で抜けて通常 A に落ちて、そこで弱チェリーで当選で、今通常 B もしくは天国準備と、めちゃくちゃ設定差がある動きしてますね。右、左、中、右、
らい取れましたね。開始ベッド編集もちろん6でもモード B をループすることがあるんですけど、あまりしない。まあ、天国準備上がったりそのまま天国上がったりするんで、ただ6以外は、まあ、結構モード B をループすることがある。ただモード B イコール2にすら設定差があるんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、もしかしたら4とか2とか、まあ偶数設定は偶数設定だと思うんですけど、その可能性がありますね。それに決めた。こちらを。なるほど。それに決めた。それに決めた。それに決めた。開始開始。131の原種。Thank you.
デニーシャの履歴めちゃくちゃ綺麗で、まあ、僕は横で見てたんで、分かりやすかったんですけど、まあ、日本門での引き戻しもあったんですが、まあ、シンプルに引き戻し、まあ、4、5連続ぐらいさせてたっていうのがかなり強く、モード以降もすこぶり良くて、まあ、自分が打った中でもモード以降はいいんですが、それでもモスベルからの日本門9分の1で引き戻しが2の0と、まあ、内容的には良くはないかなと。で、まあ、B パンパンパンと連チャンしたところもあったんで、ちょっと6ではないんじゃないかなと、思い出しまして、で、まあ、3000ゲームぐらいでベル測ってみたら30分の1ぐらい、まあ、良くはない数値で、周りの台を見ていても、まあ、ちょっとグダグダとした展開になってきている台が多いので、まあ、中間設定がメインなんじゃないかなと思いまして、この台も設定4だと予想して、この台はここで見切って違う台を探していきたいなと思います。ミリオンゴッド神々の回戦、当日744ゲーム、少し早い気はするんですが、もう打てる台が見つからないという状況で、まあ、もう最後の1か8かだ見かけるしかないかなと思うので、この回戦を狙いでいきたいと思います。38ゲームまで回して天国でもなさそうでストックもなさそうという状況の中で、閉店時間も迫ってきましたので悔しいですけれども、まあ、今日はここで戦法終了とさせていただきたいなと思います。お疲れ様でした。本日の年もありなんですけれども、朝一から高設定狙いを中心に動いておりまして、あの状況であの番長にたどり着くことができたのは、すごく良かったんじゃないかなと思いますけれども、設定6はないにしろ設定4ぐらい
の台を打ってしまったのが、まあ、時間を費やしてしまったのと、まあ、少し、投資がかかってしまったんじゃないかなと思います。それに、リカバリーの仕方といいますか、まあ、ゾーン狙い天井狙い稼働こなすことができなかったので、まあ、それは、まあ、稼働率が高いのである程度は仕方ないんですけれども、もう少し、まあ、番長の見切りを早くつけることができれば、また違った結果になったんじゃないかなと思います。本日の結果、投資3196枚、回収が400枚、差枚がマイナス2796枚でした。少し連敗が続いてますけれども、次回以降もまだ自分の立ち回りを信じて、まあ、一番期待値の取れる立ち回りっていうのを意識しながら立ち回っていこうと思いますので、また次回以降もよろしくお願いいたします。